皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回はリクエストをいただきました。今度中学生になるお子さんをお持ちのお母さんで、子供に分数の計算をしっかり身につけさせたい、ですから通分とか約分に必要な公倍数と公約数の動画を作ってくれませんか、こういうものでした。そこで今回この公倍数と公約数、これを取り上げてみます。まず基本的な部分から、倍数って何なのか、ある数、整数ですね、これに整数をかけてできる数、これをその数の倍数と言います。例えば3の倍数だったら、3×1 で3、さらには6、さざんが9、3、4、12とね、まあ、続くんですけど、こうなっていますよね。で、これ整数となっているんですけど、0は整数なんですけれど、ここでは0は扱いませんね、倍数の中に0は入れません。それからある数が4の倍数であるか調べるとき、その数を4で割っています。で、6の倍数であるかどうかというときには、その数を6で割ってみるということですね。で、4の倍数かどうか、72は4の倍数かどうか、72÷4 をやるとこれは18、ぴったり割り切れます。ですから72は4の倍数ということになります。で、94÷4 はどうでしょう。94÷4 を計算すると23余り2となって、余りが出てしまいますよね。つまり割り切れなかったということで、94は4の倍数じゃない、このようになるわけです。これは倍数ですね。じゃあ公倍数って何なんだ。2つまたはそれ以上の整数の共通な倍数、これを公倍数と言いますね。2つの整数があったらそれに共通している倍数、これが公倍数です。例えば3と4の公倍数を見つけるとき、3の倍数、4の倍数を書いていきます、ね、3、さらには6、さざんが9、3、4、12、3、5、15、さぶ6、18、3、7、21、3、8、24と、このくらいにしましょうか。4の倍数です。4、1が4、4、2が8、4、3、12、4、4、16、4、5、20、4、6、24、4、7、28とこうなりますよね。この中で3の倍数にも4の倍数にも含まれているもの、これを見つけます。そうするとここに12がありますね、12、そしてもう一つ24がありますね。ですからこの中では3と4の公倍数は12と、それから24、ね、このようになります。もちろんまだまだね、これ倍数書いていくとたくさん出てきます。ここではこの2つが3と4の公倍数ということになりますね。では最も大切なもの、最小公倍数、これは何なんでしょうか。で、公倍数の中で一番小さなもの、これを最小公倍数と言います。では3と4の公倍数は、ここでは12と24が出てきましたけれど、小さい方、つまり12、これが3と4の最小公倍数ということになりますよね。でも全ての数でこんな風に倍数を書いていくのは大変でしょ。だから見つけるのにコツがあります。ではそのコツを説明します。例えば6と9の最小公倍数を見つけるときどうしたらいいか。最初にすることは大きい方の数、これでは9ですよね、9の倍数をまず書いていきます。9、1が9、9、2、18、9、3、27、9、4、36ですよね。で、2番目はその中で小さい方の数、これ6ですね、6の倍数を見つけます。6の倍数は
6318、6636と、これは2つ出てきています。でその中で一番小さいのが最小公倍数と、一番小さいのは18ですから、6と9の最小公倍数は18、このように見つけることができるんですね。2つ数があって、その最小公倍数を見つけるときには大きい方の数、この倍数を書いていって、その中で小さい方の倍数を見つける。見つけた中で一番小さいもの、これが最小公倍数と。でこちらのやり方であれば簡単に最小公倍数を見つけることができます。では次は公約数の方に移ります。約数です。約数はある数、これも整数なんですけど、これをぴったり割り切ることができる整数、これをその数の約数と言います。例として12の約数を書いていきます。12を割り切ることができる数、1、2、3、4、6、12、こういうものがありますね。で1は全ての数の約数になっています。それから約数にはこんな性質があります。前と後ろ順番にかけていってみましょうか。 1×12 は12ですよね。 2×6 は12、3×4 は12。約数がこういう性質を持っている、ね、これを知っていると約数を見つけるのが少し楽になりますね。次は公約数です。公約数というのは2つまたは2つ以上の整数の共通している約数、これを公約数と言います。例として8と12の公約数、これを調べてみましょう。12の約数はここに書いているので、ここでは8の約数だけをここに書いていきます。8の約数は1、2、4、8と、これだけありますね。さっきの整数 1×8 は8、 2×4 は8と、こういう関係になっています。で12の約数と8の約数で共通している部分、1、2、そして4、これは共通している約数ですね。ですから1と2と4、これが8と12の公約数ということです。では最大公約数、これに入りましょう。公約数の中で一番大きい数、これを最大公約数と言います。ここでは1、2、4が8と12の公約数だったんですけれど、一番大きいのは4ですから、4が8と12の最大公約数ということになりますね。では今度は18と24の最大公約数、これを見つけていきましょう。これも全部書いて、ね、約数を書いて大変ですよね、これ。だからやはりコツを覚えましょう。どうしたらいいか。小さい方の数、ここでは18ですね。18の約数をまず並べてみましょう。1、2、3、6、9、18、ね、1×18 は18、2×18、3×6×18と、こういうふうになっていますね。これは18の約数です。その中で大きい数、大きい方の数は24ですね。この約数を見つけますと、1と2と3と6ですね。これが、大きい方の大きい方に入っている約数です。でつまりこれが公約数ということになりますね。で18と24の公約数は1、2、3、6ということです。でその中で一番大きい数、ね、一番大きい数、これは最大公約数ですから、1、2、3、6で一番大きいのは6ですから、18と24の最大公約数は6と、このようになるわけです、ね、全部書くんじゃなくて小さい方の
約数を書いていって、その中で大きい方の数の約数になっているものを調べると。で、一番大きいのは最大公約数と、こうなります。今回は公倍数と公約数についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。